世話になっております。バイク専門映像クリエイターの青井茂雄でございます。今回はまたこのボンネビルボバーのインプレッションですが、私のバイクのラインナップの中に新たに BMWS1000RR が加わったことにより、よりキャラクターが際立ったこのボンネビルボバーのインプレッションをさせていただこうと思いますので、よかったら最後までご覧ください。はい、それでは本編なのですが、ボンネビルボバー、まあ私は買ってから本当に気に入っている最高のバイクだと思うのですが、この最高さがまた BMWS1000RR がラインナップに加わることによってより際立ったなと思いました。というのが、私はしばらく S1000RR 買ってから S1000RR ばっかり乗っていたんですが、久しぶりにこのボバーに乗ると感じる素晴らしいポイントが多数ありました。まずはやはりこの並列2気筒エンジンの素晴らしさですね。そりゃパワーやスムーズさなんかはやっぱりリッター SS4 発エンジンに比べたら全然足りないです。しかしこの出だしのこのちょっとした空いたところでアクセルをぐーっとやっていった時のこの加速感、これなんかはリッター SS4 発には絶対出せない世界ですね。このぐーっと出ていくこの圧倒的な低速トルクと鼓動感というんでしょうか、リッター SS になったらまだトルクが出てこない領域からぐいぐいとトルクが膨らんでくるこの乗り味、そしてそれに合わせてどこ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 とやってくるこの鼓動感っていうのは本当に最高だと思います。実際本当に鼓動ファンフェチから言うと一番鼓動があるのはヤマハの SR400 と言われています。私も大昔に乗っていたんであの鼓動感っていうのは本当によく覚えているんですが、 SR に比べると鼓動は確かに少ないと思います。ただだからこそ長距離に乗れるというか、この程よい気持ちのいい鼓動っていうのがたまらないところだと思います。どれだけ長距離乗っても気持ちいいから決してしんどいに移行することがないのがこのボンネビルボバーの鼓動感だと思います。そして音、私のボバーはオプションのバンス&ハインズのマフラーがついているんで音が少し勇ましい音になっています。この勇ましい音、どこ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 というこの音とともに圧倒的な押し出し感の強いトルク、そしてこの鼓動、これが相まって、ああやっぱりこのエンジン最高だなと思わせてくれます。リッター SS に乗ったからこそ分かるボンネビルボバーの良さその2ですが、やはりこのネイキッド感、全てが表に露出しているこのスタイルっていうのがやっぱりより満足感を高めてくれますね。リッター SS はやはりフルカウルに覆われて最も空力を重視した体勢スタイルになっているんですが、それに対してよりクラシカルなこのエンジンがむき出しのボンネビルボバーっていうのは本当に見ていて、とても気持ちがいいです。清々しいです。で、むき出しエンジンになっているボンネビルボバーだからこそ際立つこのトライアンフならではの細かいところまでの高品質さ、このあえてリッター SS、S1000RR と比べるととてもアナログ感が強いように感じます。こうやって、むき出しのエンジンを見ていて演出ではあるんですが、このキャブレター仕様みたいなこのインジェクターを見てみますと、あえてデジタルのバイクではない完全にアナログのバイクに乗っている感がすごく感じられます。まあ本当はこのバイクも結構デジタルで作られているんですけどね、そこら辺が相まって生き物に乗っているような感覚っていうのがすごく顕著に現れているのがこのボンネビルボバーだと思います。この綺麗なむき出しのエンジン、そして特徴的なこの何にもないリア周り、
さらにこの何にもないリア周りのシートの下にちらちらと見えるこのメカメカしいリンケージたち、これらを見ていると本当にアナログだなっていう思いが気持ちよくさせてくれますね。それでは総括なのですが、このボンネビルボバーというバイクはやはり本当におすすめのバイクです。それこそリッター SS でサーキットをメインで攻めていらっしゃる方のツーリング用のセカンドバイクであっても最高だと思いますし、ある程度年を取ったリターンライダーの方々が、他とは違うバイクとしてそれでもある程度楽に大自然の中を、ツーリングしたりしたいなって思われる方にも最高のバイクだと思います。もちろんファッションで乗られる方にも当然最強のバイクだと思いますね。あとは純粋な鼓動感を楽しみたい方、私なんかもそうなんですが、ハーレーに乗っている人間でもやはりとても満足できるバイクです。トライアンフボンネビルボバー、本当に素晴らしいバイクだと思いますので、ぜひぜひ皆様欲しい方は買われたらいいなと思います。それでは今回の動画は以上でございます。今回の動画皆様のお役に立ちましたでしょうか。もし役に立ったなと思う方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ高評価、コメント、チャンネル登録いただきますと幸いでございます。それでは最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバイ。